新城祭りは山形県新城市で開催される祭りである。参加者の様子の画像出しを町衆が作り、林を近隣の在京州が行い、それぞれを若連、林若村寺と称する。出しは歌舞伎やおとぎ話を再現したものであり、林は寄せ笛、宿渡り、かっこ、にあがりの四曲目がある。出し地元の人は、やったいと呼ぶ。 進行方向左側が豪華絢爛に飾り付けられる。山、桜、ボタン、松、滝を必ず飾ることのほかは自由で、ハリボテ、ねぶたを思わせる巨大灯籠、フラッシュ光など、若村寺によって様々な趣向を凝らす。進行方向右側は、左側の見栄えを良くするために、山が廃される場合が多い。以前は、ドライアイスを使った煙。 中に人が入って傘回しならぬ、蓋回しをするなどあったが、今は規定により禁止されている。出汁を動かすために、前面に、かじ棒があり、そのかじ棒に2本の引き綱が結びつけられている。当日は、小学生ら子若が、出汁の引き出になる。足回りはタイヤである。出汁運行の際は、電線に矢は危機に、出汁が引っかからないように、 常に左右に4メートルほどの棒を持った人を配置する。高さが低いアンダーパスを通すために、人形や針棒手を外せる細工を行っている、若村寺もある。林前日の通り4曲目あり、一般的に演奏されるのは、宿渡りと、カッコである。宿渡りは穏やかで、哀愁を帯びており、カッコは、あれらしく郵送である。楽譜のようなものはなく区伝のため、各集落によって、 微妙に異なり、林若村地ごとの聞き比べも祭りの一つの楽しみである。楽器の基本構成は、笛、金、大太鼓と小太鼓と三味線がある。出汁の後部に腕木を通して、そこに大太鼓と小太鼓を祝れつけ、太鼓役は見事な手さばきで、大太鼓と小太鼓を交互に叩く。その後方に笛役と金役が続く。新城市の郊外では、 7月頃から夜になると、どこからともなく林の練習をする音が響いてくる。8月中旬には、林若村寺が契約した町内中に林で歩く中町場がほとんどの町内で行われる。1756年から始まると伝えられている。この前年、いわゆる法歴の大基金により、新城藩は未曾有の大基金に見舞われ、寮内では多数の合死者が出た。 新城藩五大藩主の戸沢正信は、領民に活気と希望を持たせるとともに、豊作祈願をするため、新城城内に鎮座する天魔宮の祭典を行った。これが新城祭りの起源と考えられている。記録に初めて出しが登場したのが1776年であり、現在の出汁の原型といえる飾り物、花かさぼこなどの行列が当時から存在していると、 考えられ、祇園祭りの影響が見られるという。新城祭りは年を減るごとに大掛かりになり、1962年には灯籠によるライトアップがされるようになる。その後も灯籠に代わって、出汁に発電機を仕込んで電飾によるライトアップが行われるようになり、ますます出汁が色鮮やかに飾り付けられるようになった。市内の道路が舗装される前は、 凸凹の道路を砂人を巻き上げながら、出車が運行され、まるで人形が生きているように見えたという。また、市内に電線が張られたり、道路改良が行われる前は、より大きな出汁を作ることに地道を上げていたが、現在は、電線の高さや道路の幅に合わせた大きさの出汁に統一されるようになった。年々観光客が増え、それに従って有料観覧席が設けられるなどし、 2006年には250周年を迎えその記念として27日も出しの運行を行った。2009年3月11日、新城祭りの出し行事として重要無形民族文化財に指定された。2016年11月30日、山、保屋台行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産に登録された。2020年は、 新型コロナウイルス感染拡大で戦後初となる、中止となる。8月24日の夕方、新城市内10カ所で新城祭りの林演奏会を同時に告知なしで行った。午前8時30分に、最上公園で新城林が奉納され、戸沢神社の例大祭が行われる。市内全域で祭りの準備が始まり、出展の受付と設置が始まる。アビエスでは、 林若村寺による新城林合同演奏会が開催される。正午を起して、若連林若綱が各町内の出し小屋に集合し、林を打ち鳴らしてから出汁が出発。町内を一周して、披露を行ってから市内を練り歩き、夕方4時頃までに、宵祭り出し運行の出発地点に集合。夕食、休息の後、午後6時30分に、 電飾を点灯し、ライトアップされた出汁が隊列を組んで南北方向から新城駅に向かって運行を開始する。午後7時頃に南本町十字路にて両方向の先頭の出汁が落ち合う。そして南北の出汁が互い違いに合流して駅前通りを運行し、アビエスを一周、ここで解散して午後9時頃までには各出汁小屋に戻る。市内の写真展では、 早くも宵い祭りで撮影された全弱連の出汁写真セットが山積みされ、販売が開始される。午前7時より、西条公園の天馬神社で新城祭りの元となった霊大祭が取り行われる。それに合わせ、全弱連の出汁が各々出汁小屋を出発し、西条公園前に集合する。午前9時に、城内天馬神社のご神体を、 吉川町天馬宮に先座する模様を再現した新与都行行列が最上公園を出発。その後を出しが続く形で新城駅前を目指す。そのまま一列渋滞でアビエスを一周し、末広町金沢本町と練り歩き、午後4時頃に北町交差点で解散となる。沿道の一部の企業等では、コモ村に並々と冷えた水を入れて、 日釈や紙コップで引き出や若村寺に与える。解散後は、命名が市内を練り歩き、夕方6時頃に各出し小屋に戻る。これで、出し運行は終了となるが、その後も出しは鮮やかにライトアップされる。西条公園の五国神社、戸沢神社で、市内の似た山、萩の集落に伝わる萩の似た山家の小踊りが奉納され、午後には南本町十字路に場所を変え、 町中かの小踊りとして披露される。出汁は飾り山車として展示され、各林若村寺によって林も演奏される。夕方行われる素人と歌謡演芸賞で幕を閉じる。この日に年間展示出し選考会の結果が発表される。三台の出汁が表彰の対象になり、表彰されたうちの二台が新城ふるさと歴史センターに、一台が最上広域交流センター。 新城駅改札前コンコースに1年間展示される。当然のことながら、寄付は善意に基づくもので強制ではないのだが、この監修を知らない、主外出身者は、突然の花もらいの訪問に面食らうようで、一部には花もらいを家宅不法侵入などと勘違いし、新聞に投書する人もいる。花もらいは、目安として200円1000円程度をポチ袋に入れて、寄付し、お礼に、 出汁の由来などが書かれたチラシをもらう形になる。コの話によれば、昔は出汁が通った時に立派な出汁を作ってご苦労様の意味でご祝儀を渡したのだという。現在は出汁の通らないところや工事の隅々まで花もらいに行くことから、これもトラブルの元ととなっていると言えよう。ありがとうございます。